はい、皆さんこんにちは、チェでございます。ダイナソーですね、やっていきたいと思うんですけど、実は前パートからね、2週間ぐらい経ってますね。パート7までがね、確か取りだめで結構ね前に撮ってた分なんで、2週間ぐらい、もうちょっとかな、空いてるかもしれないんで、操作方法がねちょっと思い出せなかったらごめんなさいね、たどたどしく。で、廃墟ですね。で、いろいろコメントもいただきましたけど、このゲームオートマッピングじゃなくて私の大嫌いなマッピングなので、とりあえずカンニングさせていただこうと思います。何階段があるんだよね。ここがあれか、像があるんだっけ。ここか。壁には人をかたどったものが刻まれている。その足元には印と文字が刻まれていると。ニーラというのがこの神の名らしいな。こと知恵の神か、神らしいが、この荒れ方では信者がおらんというわけか。妙な話だと。休憩がこれか。いきなりで戦う。こかごめんなさい覚えてくれてんだったらね。技術を使った方がいいんだよね、香りの剣ね。でもガンガンがあるんでね。でもう一度休憩。はい、休憩してね。エリさん、あ、またまあこのゲーム、やっぱりコメントでもいただいたんですけど、かなりすごいそうです、エンカウント率がね。もう今私休憩しただけでね。でもこれどうなんでしょう。ちなみに私今この開けたところで休憩してるんで、エンカウント率がさらに倍じゃないけどアップするんですね。で今私、ちょっと待ってね。こっちで入るんだよね。で、こっちで決定だよね。これでキャンセルか。また出てきちゃった。はい、戦いましょうね。で、この人殴りでいいですね。氷の剣ね。はい。で、この経験値もね、その時の経験値じゃなくて、累積されてる経験値が表現されてますので、ごめんなさいね。ちょっと地図見て、ドンツキをね、ドンツキまで行けない。はいはい。で、はい。で、一応技術使いましょうか。恩恵。めんどくさいな。これは、金縛りにしよう。敏捷性が下がるんですね。で、使いましょう。で、今度は戦いましょう。このね、オルリクさんが一番いろいろするんで、忙しいかなっていう気がするんですよね。で、4隅開いてるところで、休憩しちゃうとたまんないんで、ここで休憩する日間もなかったね。で、氷の剣ね。戦っちゃうんじゃなくて金縛りね。はい、お金もたまってきたんだよね。ちょっと装備とかいろいろ買いに行ってもいいんじゃないのと思ってんですけどね。あとね、コメントでいただきました。弓という技術がないんで、弓は使うだけ無駄みたいですね。これの、再構築されたリメイク版は、そこら辺はうまいことなってるみたいなんですけどね。よいしょ。うわー。ほんとすごいな。はい、もう殴っちゃおう。はい。お金がね、入ってんで。なんとかなんですけど、もう一回休んじゃえと、いけてるね。で、右向いて、で、このままね、右まっすぐ、ドンつきまでまっすぐですね。で、右にあ、あたったったった、
で、氷の剣ね。で、戦いましょう。うん、いけましたね。よっこいしょ。で、で、一回休んじゃおうか。で、どんつきまで行って、行かしてくんないね。すごいなぁ、エンカウント率が本当に。技術使っちゃいましょう。このね、結構、技術を上げることを念頭に置きながらやらないと、多分、積むまではいかないかもしれないけど、辛くなると思いますんでね。はい、ちょっと一個休んで。はい、何、進んでんだちゃんと。3歩先ぐらいから見えないのかな。でここにね、壁かに火消えかけた文字で、これより操作再創の間、再創の許しの因なき者は立ち入るべからずと書かれているんで、まあでも立ち入っちゃいましょうと。で階段があるんですかね、床に立った瞬間リングが輝いた。あの方の持っていたリングのおかげですね。あの方はこの地下に入られたのでしょうか。ああ、死体だね。ルオンっていう人の死体をまさぐったんでしたっけ。あ、降りてきましたよ。ああ、ちょっと待って、もうボス戦かい。もうボス戦なのかな。地下の聖域というわけか。地上に比べると損傷も少ないな。おう、おう、どうしてもこういうの見るとね、左から回っちゃいたくなりますね。あ、ここはズダーンなんですね。うん、なんもないんですね。これが戻ってきたとこ。今 U ターンして、お、珍しく敵が出てこない。で、あ、出てこないんだね。で、ドン突き。休憩するならここだね。醜い顔をした人型のモンスターと遭遇した。それは足たちを見ると叫び声が襲いかかってきた。お、何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 て書いてんのこれ。はい、ニューマン、ニューマン、わかんないね。あ、6もダメージ食らっちゃった。氷の剣使っちゃおうか。わっ、エリスさん10もダメージ食らっちゃったよ。金縛りね、使っちゃいましょうか。あ、逃げ出した。はい、敵逃げましたね。で、あ、恩恵が回復だっけ。そうだね。で、何時を我に従え。あ、効果なかったね。はい、あ、いいと。で、氷の剣を当てましょうか。かわすんだね。さあ、どうする。浄化は関係ないね。金縛りとこっか。ああ、避けられました。15か、強いね。恩恵をエリスさんに。で、氷の剣を、ああ、4しか当たんないね。強いね。で、恩恵を足にね。ああ、かなりなくなってきたね、ヒットポイントね。ああ、結構強い敵でしたね。の、あ、ノイマンか。あ、ノイマンは悲鳴のような叫び声を上げながら神殿の奥へと走り去っていった。その足音を残すかのように血痕が神殿の奥へと点々と続いている。点々とね、うん。見ろ、奴らの血の跡だ。これを追っていけば、あるいは何かわかるかもしれんな。わあ。あ、休憩する前にコンバットになっちゃった。うわーっと。はあ。あ、うわー、でも6食らうね。戦いましょう。この際ね、あんまり言うてらんないんで。はい。はい、あ、戦いましょうか。このエリーさんがね、エリスさん、うん、結構打たれ弱すぎるんでね。
はい。さあちょっと一発ここでちょっと休憩しましょうか。もうこの二路塞がれてるところでね。はい。うわいやーちょっとどうなのかな。これね、TP とかヒットポイントの量が少ないとね、どうもケースっぽいんですよね。かけられるのがだもんで戦うかな。回復量が悪いみたいなんですよね。あ、裏奥行こう。一撃。うわ仲間呼ぶの。氷の剣。あ、TP 足りません。催眠派後ろだね。よし。後ろだね。私は1。ういはあ、仲間呼ぶのかい。まだ寝てんのかあの親父ちょっとたまんないな。あ、ここでやっちゃおう。あー出てくるね。ちょっとここで回復にしてみましょう。うわーったなんだ今度は。テッドラー、いやラットラーね。はい。あ、一撃で倒せるね。ね、技術使いましょうか。あ、いや、あー、ここは使わなくていきましょうか。戦うね。うん、とりあえず TP の回復を念頭に置きましょう。はい。あ、30ジェムいいですね。背後を開けててもね、先制攻撃されるってことがないみたいなので。あ、間違えちゃった。よいしょ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 。お、いった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 。やっぱり袋小路だといいみたいですね。うわワーム。氷の剣ね。で、金縛り。あ、金縛りって読まないね。これ紙縛り。金縛りって金っていう文字だったっけ。いや、もうここは殴っちゃいましょう。わ、ヒットポイント12まで減ってるね。さあよいしょ。おお、出てきちゃった。もうこれは殴りだね。はい、仲間呼ぶんだね。何だろう、後衛の敵を やっちゃうと仲間呼ばれるのかな。うわあ、そういうわけでもなさそうだね。すごいことになってる。もうこれ普通戦おう。泥試合だ。泥試合になってきてんなこれ。あ、間違えちゃった。あ、まあ一回一匹にした方が確実か。いやーすごいわ。はい、ほいっと行きましょうか。結婚はさらに点々と続いて、点々と続いてるね。なんか点々とって言ってしまいますね。なんかあるね。はい、戦いましょう。はい。で、裏をね、いっちゃいましょう。仲間呼ぶんだよね、これね。で、私後ろ。キリがないね。で、私後ろね。ほんとキリがないわ。あ、レベルアップしましたよ、アッシュさんね。さあ、弊社ステータス見てみましょうか。あ、レベル6になりましたね。で、あー、ソードね。うん、相変わらずソードね。よいしょよいしょ。で、よいしょ。
これなんだ。あ、血痕はここで割ってます。周りにはもう何の気配も感じられません。これなんだ。よいしょ、一応休憩しましょうか。あ、これが限界か。広いとこ出てきたね。いや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 、わかんないね。ちょっと左手で行っちゃおう。あ、ここいいね。袋小路だね。いい袋小路ですね。あ、ノイマンっていうのね。よいしょ。で、氷の剣ね。で、戦いましょうか。あ、逃げちゃったんだね。で、休憩ね。ああ、また。まあ、レベルがね、経験値入るんでいいんですけどね。あ、痛いね。で、戦うか。で、私、前ね。もう私、コテコテだね。コテコテの戦士だね。お金がね、めっちゃ増えてると思うんですよね。もう1000いったんじゃない？ひょっとすると。あ、全然いってないわ。全然いってないわ。さあ。で、こっち左行けんだね。すごい匂いがしますね。腐敗したような。一体何でしょうか。ちょっとわかんないね。はい。一行が部屋に入ると、暗がりで光るものがあった。それは姿を現し、襲いかかってきた。ほやや。うわー、すごい量。音楽も違うから、これが一つのボス戦なの。うわー、すごい量食らってる。迷いの、敏捷力を下げて、で、恩恵をエリスさん。で、殴って、で、殴れるね。うわー。いや、間違えた。あー、まあでも、敏捷力下げれたからいいか。で、前のものをやっつけると。で、恩恵でエリスさんね。で、氷の剣を。で、出てきたものをやっつけ、あー、なんとかなりそうだね。これ殴れるんじゃない？で、殴りましょう。あ、なんとかなったね。あー、なんとかなりそうです。なんか氷の剣使うとエリスさんめっちゃ殴られてるような気がしますね。あ、オレルリックさんもレベル上がりましたよ。一応確認しましょう。うわ、何この部屋。ノイマンの死体がこんなに。あの匂いの原因はこれだったんですね。あー、そうなんですね。あ、こんなことで休憩しちゃダメだ、やっぱり。おー、ワームね。で、戦うんじゃなくて、恩恵をエリスさんね。で、これね、コウノケン使うとエリスさんがなんか反撃食らうわけでもないか。殴っときましょうか。さあ、装備をちょっと替えに戻りたいんですけど、はい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 、ああ来たね。あ、ここの部屋はアノイマの下の中は何か光るものを見つけた。ほう、水晶柱を手に入れた。何、水晶柱って。何も起きなかった。装備できんの？そんなことないわね。ね、ないわ。あ、アイテムか。あ、装備できるアイテムがありません。そういうことね。あ、じゃあここはもうこれでいいのね。地下2階への階段。ちょっと待って。ちょっと待って、地下1階もうちょっと調べた方がいいよね。
あらららららら、眠らされちゃった。一番眠っちゃダメな人が眠っちゃったような気がしますね。で、あ、そっか、これ起こすのに浄化しないといけないのか。違うよ。ちょっと待って、アッシュいつ起きんだ。これはやばいかもしんないね。いや、技術じゃなくて殴りましょう。あ、起きた起きた。はい、殴っちゃいましょう。で、氷の剣ね。あー、結構このオルリックさんがいないとやばいね。本当にアッシュさんリーダーなのかなと思わざるを得ない。じゃあね、ちょっと時間よろしいんでこの辺で終わっておきましょうか。ダイナソーこの辺で終わっておきます。どうもありがとうございました。